ドライアド来た、ドライアド。ロマジェタの眉。装備家の忘れられない友達を召喚する。何このロマンチックなやつ。ロマジェタの眉買います。おい。え、犬じゃん。素材アイテムって書いてるよ。おい、ガイド、お前これ知ってっか？ロマジェタの眉。プリズムロールの記念品。彼らがついに。え、なに？ちょっと、やめてよ。うん、なんかちょっと俺この犬に40ゴールドの価値は見出せない。悪いけど。え、翼入ってんじゃん。やっぱ見出せる。前言と一回、翼の生えた犬とかね。全然40ゴールドだよ。はい、こんにちは。アフンディです。さあさあ皆さん、コールオブデューティーヴァンガードやってますでしょうか。ニコニコの、に上げてるテラリアの実況、こんなコメントがありまして、マジックストレージモッドがおすすめっていうコメントがあったんで、まずは、モッドを入れるとこから、やっていこうかなって思います。モッド、マジックストレージモッドでいいですかね。あー、みー、わかんねえや。なんかね、コメントでは、宝石集めが面倒だけど、すごく便利って書いてあったんですよね。だからなんか、宝石を使ってなんかするんだけど、とりあえず、まあ、エクストラ入れてみましょうか。うん。高級そうで良さそうだ、エクストラの方が。おー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 、なになに。さあ、やってまいりました。前回ね、キングスライムを倒したのかな？はい。キングスライムを倒して、その続きですね。今回は順当に行けば、目玉を、なんでこんな重いの？なんでこんな重いの？なんかすげえ重たいんだけど。何が？何が？マシンスペック足りてないなんてことはないよ。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか今ちょっとあれだわ。Google Chrome 100個ぐらい開いてた。というわけで、クトゥルフの目玉を倒したいんでね、エルメスの靴。エルメスの靴がなきゃ多分ちょっと厳しいと思うんで、まあ、洞窟回って、宝箱集め。まあ、どうしてもなかったら釣り。はたまた、別ワールドに探索行ってまいります。それでは、カットしながら行きましょうかね。はい、じゃあ1個目行きましょう。はい、瓶詰めの雲3つ目。マーブルバイオームの、大理石バイオームのあれっすね。宝箱っすね。なにこの質素な感じ。ほい、なんだこれ、幸運のグラディエーターのロケット。ロケットってこれあれかな、ペンダントみたいなやつよね。ロケットでね、ロケット。アンダーテルにもありますよね、ロケット。え、共に戦う2つの剣を召喚する。装備可能。何ですか、それは。何いらない、これいらない。おお、かっこいいかっこいい。なんか、おい、やべえ。ちょっと待って。このさ、ローバードライブは、ウルフラムのローバードライブとさ、この、クソかっこいいんだけど、何これ。最高。ちょっと明るくするね。見てこれ。とんでもねえものが手に入っちまったな。ちょっと大理石いただいてっか。なんか素材になるかもしれないしね。キノコバイオームの、あれっすね。キノコバイオームの宝箱っすね。それでは、おい！ブーメランかい。ブーメランかいな。お、剣が切り裂きまくって、うわ、フレアなんかい。フレアなんかい。よし、まあ、売れば2ゴールドぐらいにはなるだろう。これは期待できるぞ。ほい！ああ、戻り鏡。戻り鏡と、あとあれだね。怪しげな目玉。これはクトゥルフの目玉呼び出すのに使うからね。クトゥルフの目玉っていうのはあれっす。今から戦うボスです。今からっつうか、次戦うボスです。はい、それで何個目だこれ？ 5 個目ぐらいか。結構いいペースなんじゃない？ほい！いやー、フレアガン。フレアガンいらねってばよ、マジで。ジャングルの敵は強いからな。心してかかれよ。おい！成長の杖。まあ、外れではないな。うん。茨のポーションこれ大事。すげえ強い、これ。いや、来ました。宝箱。ここにかけましょう。あ、右下にもある。いくよ。ふい！来たー！エルメスの靴ー！いいね。うお！見て！なんか、やばいの落ちてる。やばいの落ちてる。うんと、いらない。これもいらない。これ、プラズマロット。あれ、これ、なんかバニラに全くせえな。なんか見覚えあんぞ。
はい、戻ってまいりました。無事エルメスの靴といろいろゲットできたんで、そうだな、まだアクセサリーの合成もできないし、まあ夜待つだけなんで、まあなんか整理とかいろいろやっちゃいましょうかね。なんかもうひでえもんな、このな、俺マジで片付けとかできないんだよ、本当に大型で。まあ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 、でテラリアの遊び方は人それぞれ。プラズマロット、えっ、かっこいい。これね、ティムだっけな、あの魔法使いからドロップしました。でも8魔法ダメージなんだよな。すごい、これ DPS とかも出るんだ。デバフあるからなんかで使えそうだね。まあ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 、やっていきましょうか。はい、夜になったんで、早速あいつと戦っていこうかなと思います。目玉っすね、目玉。あと、これも視聴者さんから教えてもらったんですけど、カラミティモッドってボス戦の間、雑魚敵は開かないらしいんですね。道理で、キングスライム、ブラッドムーンなのに、あんなゾンビ開かないと思った。はい、使っていくポーションは耐久のポーション、瞬速のポーション、重力制御ポーションは、最後の最後に使います。厳しかったらね。クトゥルフの目玉ってね、絶対負けない戦法があるんだよ。まあそれはまあ、まあ、最後の最後になって、本当に勝てないなってなったら使います。まあエキスパートなんで勝てると思うんでね。はい、それではやっていこうか。プラズマロットで、バフバフさせて、バフバフ、お、なんかバフついた。え、これバフ見れんじゃん。はバフめっちゃつくじゃん。え、これ最強最強最強。え、何のバフついてるこれ。負けねえって、え、まあでもバフ消えんの早っ。待って、雑魚敵湧いてないか。はい、まあ基本はこの避けながら、このねちっちゃい目ん玉がね、あのハート落としてくれるんで、じゃあこれバフつけよう、バフつけよう、バフつけてぶん殴ろう。え、これバフ強くね、すぐ消えちゃうとは言えよ、こんなマナねえわ。この集団ゾンビ何なの。あ、第二形態ですね。エキスパートは体力3割削れたらなんのかな。これよ、これがあんのよ。おや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 おってな。負けないね、うん、おい、バフ強えわ。バフの状態でさ、弾当てたっけ、一発27とかいってるもん。デバフか。カラミティのモーションあんのかな、特殊モーション。今のカラミティのモーションか。当たんね当たんね、なんかベゴバベゴバ言ってんだけど、何なのこの音。あ、まだね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 。何なのこのベゴバベゴバ言ってんの。あ、なんか武器のレベル上がった、射撃武器のレベルが、熟練度が上がったぞ。ほんで相手の体力も残りわずか。え、死ぬ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 、ちょ待て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 、助けろ助けろ、よし。ではちょっと絶対に勝てない、勝てる戦術、これミニマップ見ながら戦うね、これ。オッケー、倒しました。マスターモードでも勝てるんだこれ。お、クトゥルフの目、あの目なんて奇妙なんだ。君が強くなるにつれより強く君を見てると感じた。お気に入りにすると、夜間視界が引くようになる。ただし日中は視界が悪くなる。お気に入りにするじゃん、そんな。なってるかこれ。若干だね。見てこれ。なくても変わらん。なくても変わらん。はい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 。ほんでは、トレジャーバック。何これ?シャドウダイヤモンド。トレースオブライトスティル、なんとかインサイド。なんすか?いいっすか?開けて。
ういはい、これマジ強い。クトゥルフの目玉、これね、このダブルクリックでこのダッシュができるようになるんですよ。ちょっと明るいとこでやるか、これ。ほいほいって、これな、これめっちゃ強い。しっかりしたカウンタースカーフ装備可能、新近接アイテム、うん、近接アイテム新って何。ダッシュが可能になり、ダッシュしてる間は攻撃を回避できる。回避後ダメージ、近接速度、クリティカル率、短時間増加。回避には15秒のクールダウンがある。ビクトリーシャドウ、ビクトリーシャドウ、シェード、ビクトリーシャドウ。え、スターフューリーとか作れんの。え、てか、なんかいろいろ作れんだけど。加速弾。おもろそう。トロフィーとビクトリーシャードで、これ作れんのな。これなんか作れそうじゃない？ビクタイド、ビクタイド鉱石。これは？勝利のポーション。接敵ダメージ、接触ダメージが減少し、敵の体力が低いほど減少。ラジネーター、え、57攻撃。ああ、でもこれハードモードだね。え、すげえ一般じゃん。これ作れね、ブームスティック。あれやん。ジャングル行ったらゲットできる。9か。でも DPS26 だわ。フラリーストームキャノン。生き玉ケム。あ、これも作れるね。違法な銃のパーツあれば。DPS52 だって。52ってわかる？ DPS。1秒間に流されたダメージが52。はえぇ、勝ちじゃん、こんな。なんかデモナイトインゴットで新しいの作れないかな。あ、ここら辺は変わらない。汚れた手袋。装備可能。静けさの鞘。何ですか、これは。テラトーマ。テラトーマ。これも召喚アイテムだ。陰雲の爪、杖。これ作れそう。芯って何？パーフェクトダーク。芯がちょっとよくわからんですね。カースティックの弾。ダンク。あ、これ普通のシャドウスケールで作れら。召喚なんだ。ちょっと、翻訳してくれ。では、時間多分10分ぐらいなんで、倉庫サクッと作って、まあ、なんやかんや身の回りのことやって終わりますか。それでは、いや、しばらく。ドライアド来た、ドライアド。あ、びっくりマーク出てる、ドライアド。いや。あー、スライムの王冠とか売ってる。ロマジェタの眉。装備可能、忘れられない友達を召喚する。何このロマンチックなやつ。ちょっと金に余裕があったら買うわ。ロマジェタの眉買います。おい、え、犬じゃん。犬かい。これペットかい。しかも素材アイテムって書いてるよ。おいガイド、お前これ知ってっか。ロマジェタの眉、プリズムロールの記念品。彼らがついに。え、なに、ちょっとやめてよ。なんかちょっと俺この犬に40ゴールドの価値は見出せない。悪いけど、え、翼入ってんじゃん。やっぱ見出せる。前言と一回、翼の生えた犬とかね、全然40ゴールドだよ。はい、どうでしょうか。倉庫が完成しました。まあなんてことない普通の倉庫ですね。ここに、カラミティ関連のこのアンタッチャブルなものが入っていて、はい、あとはまあ適当に分かれてるよみたいな、上はまだ何も決まってないよみたいな、そんな感じっすね。どうでしょうか。割とまあ豆腐は豆腐だけど、まあ味のある豆腐だよね。まあ頑張りました。うん、褒めて。はい、それでは、邪悪な土地へ行って、オーブを破壊していきたいと思いまーす。ハンマーをさっき捨てちゃったんだよな。それ。2個だけ壊そうね。
オーライ。最初はマスケット銃固定ですね。お、見て、マスケット銃も素材になってる。見て。よっ。うん、星の腕は。まだあれ、ゴブリンのよろずやがいないから、アクセサリー同士を合体できないんだよな。はい、それでは、クラブロン。な、これ。あ、ここで作るんだ。これ、十脚目の天狗竹の目。作っていきましょう。はい、クラブロンを召喚する。呼べんのこれ。戻りましょうか。はい、ちょっとクラブロンについて調べてきました。これどうやらね、キノコバイオーム地下じゃないと戦えないらしいんで、ちょっと決戦のバトルフィールドだけ作らせてもらっていいかな。舐めてる俺、クラブロン舐めてる。クラブロン舐めてるけど、こんなんでいいべ。うん、地下だし。地下だしな。見てこれ大理石ブロックとさ、なんかコズミライト装甲の殻、スコーピオで2524射撃ダメージの G パックできるわ終わりだべこれ。なんだこれ、速度遅すぎる聞いたことはありません、そんな言葉。ちょっと見てよ俺の見た目。はい、テラリアカラミティモッド実況パート3。はい、なんかさ、ちょっとだけ雑談していい？なんかニコニコ動画オワコン、ニコニコ動画オワコンって言ってんじゃん。なんかさ、ゲーム実況に関してはニコニコ動画余裕で全盛期な気がするの俺だけ？なんか YouTube にさ、なんつうの、やっぱさ、コメントとかもらったら嬉しいじゃん。 YouTube に動画投稿してもさ、その再生数はさ、ニコニコ動画より伸びたら伸びるらしいけどさ、伸びるけどさ、なんていうの、そのコメントのしやすさ、俺ニコニコ動画でさ、こんなコメントもらったことなくて、すごい励みになってます。ってか誰かに見てもらえてるんだっていう、自分のこのさ、誰が見てるかもわからないインターネットっていうさ、広い海に向けた発信がさ、はい、そのめっちゃコメント、めっちゃでもないけどさ、そのくれるってのが、ニコニコ動画まだ終わってねえなっていう、このちっちゃい時からさ、受講生の時からに続けた、はい、ニコニコ動画ゲーム実況に関しては全然コメントもらえるから楽しくやらせていただいてます。それでは、次回のパートでお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。次回クラブだな、これな。